1896年明治29年2月、ついに日本銀行本店本館が完成。1890年明治23年に着工した工事は、日清戦争などの影響もあってかなり遅れ、完成までにおよそ5年半を費やしました。総工事費は当時のお金で80万円の予定が、最終的には112万円に膨らみました。一つの建物の建築費としては破格の金額であったと言われています。翌3月22日に行われた落成の記念祝賀会の模様です。その前日まで川田総裁の意向で、外から建物の全容が見えないように現場を板塀で覆っておき、それを前夜に1000人近い作業員を使って取り払ったとのエピソードも残っています。地下1階地上3階建ての石積みレンガ造りの巨大な建物が姿を現した時、およそ2000人の来賓たちは花崗岩の眩しさとその異様に感嘆の声を上げたといいます。その様子は当時の錦絵に描かれるほど評判を呼びました。そしてこの年1896年明治29年4月10日、日本銀行は完成したばかりの新本店での営業を開始しました。こちらは竣工後の本店の様子です。竣工のおよそ4年後には100円札の図柄としても採用されました。その姿を今にとどめる本店本館は、現在国の重要文化財に指定されています。日本銀行本店本館は我が国の中央銀行としての歴史を刻み続けます。百数十年の時を超えて、これまでも、そしてこの先の未来に向けて、これからも。